唐突に出ますけどね、北朝鮮砲撃の裏って、はい、これ何だと関係があるんですかと思うよね、はい、あるんですよ皆さん。これ2つの事象をねちょっとね、はい、紹介しましょう、ね、はい、いいですか。かつて2010年9月7日、はい、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件がありました、はい、これチョンチョン学校っていうのは僕はあれは漁船だと思ってないから軍の関係船だと思ってますので、海軍のね、この時に何が起こったか、この時にまあ船員なんかを逮捕しましてね、はい、そしていや船とねまたその乗員を返したってこれはいけないんだけれども、はい、結構日本が強気に出たんですよ、はい、この時の政権があの菅直人ですわ、菅政権の時ですねこれね、この時にの日本国政府が訳も分からず、多分僕は訳も分からず強気に出たんです、はい、いやもちろんあれは正しいんですよ。だけどもその後の戦国義時のこの裏工作はいけなかったね、菅直人と、はい、まあ、それはさておき、その時にですねドイツとかですね、まあ、中国が制裁をするってなことで日本にレアアースをね輸出しないとか観光客をもう送らないとかってなことで日本に対していわゆる嫌がらせをやろうとした。そしたらですね中国経済の頼みの綱であるヨーロッパが反応したんです最初に、はい、日本はその毅然としてました、はい、その時はその毅然としてっていうのはいろんなもありますよ、まあ、それちょっとそれはさておきね、まあこれヨーロッパの特にドイツあたりがですねこれはね工業資源なんかを中国一辺倒だとまずいぞこれはと、いろんなことを言い出した、はい、そうするとですね中国がですね振り上げた拳をね振り下ろせなくなった。なるほど、うん、これどうしたらいいのかなとなった時に、はい、北朝鮮軍がヨンビョン島を砲撃した事件があった。この2ヶ月後ね、はい、この2ヶ月後にですねヨンビョン島を突如砲撃をしたんですね。意味がわからない、はい、うん、もうで目くらまし、こうなってくると中国の脅威論が高まる、中国の脅威論をですねみんなこれは北朝鮮が何かやったぞと、これは危ないぞと、はい、いう形になって世界の注目は全部北朝鮮に吸い上げられてしまった。なるほど、そこに目を向かって、ああで中国政府ですよ、はあ、そういった裏側が、ああ、はあ、でその後にもですね実は、中国が持っておりますワリア軍といううまあウクライナから買った航空母艦を遼寧という形でですね、この8月に、まあ、試験航行させた時にもそれはもうアジアの新聞はみんな中国の軍事大国化の恐れっていうものをわーっと一斉に騒いだ、うん、その時の同じ日にですね北朝鮮がまた実はヨンビョン島に砲撃をしてるんですよね、うん、なんか中国がやるとこのヨンビョン島の砲撃事件が起こる、ね、で今回も実はですね、はい、ベトナム漁船への中国家の海警という船が衝突をしてきた、はい、これがついこの間5月の10日だったんですよ。で当然ながらその中国脅威論はもう世界中に広まった、何ちゅうことをするんだ、うん、この中国という国はと、はい、恐ろしいことをするなと思ったら北朝鮮が、あ、韓国哨戒艦のこれヨンビョン島のすぐ近くなんですよ、はい、NLL ノーザンリミテッドライン北方限界線近くを航行中の韓国哨戒艦へ砲撃を食らわしたと、まあ、当たりませんでしたけどね、はい、という形でこのすぐ直後にですねこういうことやってる、もう分かるでしょこれ、はい、どういう関係か。じゃあ裏で中国と北朝鮮は手を組んでるさようでございます。まあ、結局ですね、はい、パシリですわえ、はい、中国がちょっとやって、まあ、相手がこれで日本がひるんだとかでベトナムがひるんだら別にこれ必要ないんですよ、はい、ところが国際社会が中国危ねえぞこれと、はい、なった時に行ってこいってこれが出てくるわけですよ。なるほど、パシリさせられてるんですね。ちょっとひいき目に見たね、ちょっと韓国かわいそうよね
そうですよね、攻撃される方はもう本当に俺ね、はい、たまらんわけですよ。まあまあそれはちょっとさておき、うん、はい、いずれにしてもですね、もうこれこういう形でね、ある中でね、はい、この韓国はね、うん、中国とベタッとくっついてね、反日包囲網をやろうっちゃうわけでしょ、はい、バカでないだろうかと私は思うわけですよ、ね、完璧に騙されてますよね。その通りなんです。これね、はい、中国にとっては北朝鮮というのは重要な子分なんですよ。なるほど、ね、大事な大事な子分ですよ。そういった見方があるとはもう分かんなかったです、ね、はい、でそれはそうですよ。もし北朝鮮がなくなったらどうなる。アジアの中で中国だけが一人だけ悪になるんですよ。そうですね、注目を一人で集めるでしょ、はい、だから北朝鮮って大事なんですよ、ちょい悪が。でも北朝鮮にとって何が得するんですか、そうされて。はい、北朝鮮の制殺与奪権はまさに中国が持っておりまして、燃料、はい、ね、そして食料、うん、そういったものを中国からの輸入することで北朝鮮は成り立って体制維持できてるんですよ。なるほど。もし中国が本気で、はい、ね、これらお前何やってんだと、ダメじゃねえかこんなことやったらってことで燃料止めるよ、うん、あるいは食料も物資止めるよってなったら北朝鮮冷やがるわけでしょ、はい、なるほど。だから6カ国協議なんてのは茶番だって言ってるわけですよ。中国が本気でんなことをねやってないんですよ。そうですか。で韓国はどっぷりとね、反日というもう韓国人が大好きなのメインディッシュを出されちゃってそれに飛びついちゃったもんだから、はい、もうそれは大好物です。もう大好物をもう目の前に出されて飛びついてしまってね、もう食べちゃったんだもん、毒入りリンゴを食べちゃったよ。これ大変ですよもう、はい、もうでも中国からさ、しめしめ、え、俺の子分でいいですか。韓国はこれでね、もう北朝鮮との統一って遠のくわけですよ。そうですね。だってそうでしょ、自分の子分がね、はい、自分の子分がなくなることを消滅することを中国許す、許さないです、ね、ありえないでしょ、はい、だって韓国は北朝鮮が言ってるように、あるいは中国が見てるようにアメリカの子分だと思われてるんだもん。自分たちが対立しているアメリカの子分の韓国に北朝鮮が飲み込まれること、そんなことを容認しないだろうということなんですよ。だから韓国がね、本当にそういうことがわからない。で国家の経済の輸出入貿易は 25% が中国頼みになってる。こんなことになってたらね、これはもう中国が言うことを聞かざるを得なくなる。しかも美味しい、さっきの何かあったらメインディッシュを出されるわけですよ。反日どうだおいって言ったら、もうありがとうございますみたいな感じになってるでしょ。だから考えてみたってそうでしょ。なんで今になって中国が安住魂の記念館をあんなところに建てるんだっていうことなんですよ。そうですね、それがわからない韓国はもう本当にダメだこりゃ。チャンネル登録もよろしくお願いします。